PC ってやつね。で、これが高かったんですね、その前の時が。どこだっけ、 0.31 で、これね、0.5 って書いてあるけど、0.2 です、正常は。で、0.2 から0.5 はもうクレーで、0.5 より大きい数字だと明らかにタンパクって。で、まあ、UPC ではなく、U っておしっこのことなんですけどね。P はタンパク、C はクレアチン、尿中タンパククレアチン、0.08 でしたから、正常でした。だから、そういうこともあります。2回高いとちょっとおか、ちょっと要注意だけど、例えば、男の子でね、無精しててさ、精子が出てるとおしっこが出る、そういう時はタンパクが入ってますね。この時は別に精子は出てはいなかったんですけどね。前回は出てる、出てるって言いました、私。前回、この5月8日。あ、その時出てた。あ、じゃあ出てても精子だった。ごめんなさい。だから、まあそれ以外の要因もあるかもしれませんけどね。まあでも成長だったから、まあ、いいかなと思います。で、何歳だったっけ？ 5歳。5歳になったんですね。そうか。で、歯磨きできるんですよ、あの子。歯磨きは、歯磨きペースどうです？してるというか、もうこうやると自分からなんか噛むのはすごい噛むんですけど、うん、こうやろうとすると、うんうん、いや、あ、そうか、この間誕生日だったんだね。舐めるだけでもだいぶ違うから、本当はね、本当はですね、まあ舐めさせるでしょ。じゃ今度まっすぐ軽く顔を持って舐める。そしたら今度は軽くギュッと持ったらダメですよ。まっすぐ今度軽く持ってこう前に、こうまっすぐをコントロールしたら顔がフッと動くとかなかなか奥歯はやれないんで、でつくのはここですね、奥歯の上側だから、まあもし。やらしくな、舐めたら今度軽くマズルコントロールしてこう軽く、最初からゴシゴシやらないで、マズルコントロールしてこう前歯だけやって、それがだんだん慣れてきたらだんだんちょっと前の前臼歯で、最終的には後臼歯までやりたいなと思いますね。またそれがやれてるとやりたいのだとだいぶ違うんですよね、年齢がいってくるということで、はい、じゃあまあとりあえずこれは持っててください。で、この数字は記録してあるんで捨ててもらっても大丈夫です。で、予防はそうか、5月20日だから今日出した方がいいんですね、はい、じゃあ、 今日から下つけてください。スポットオンタイプですよね、はい、じゃあ、 まあ一応今日の日にちで出しておきますからつけさせてくださいね。はい、じゃあすいません。ADK